アジア人サッカー選手が世界のトップクラブで活躍する時代が到来した。その中でも日本と韓国の選手は特に注目されている。では、ヨーロッパでプレーするこれらの選手たちの中で、最も高額な年俸を手にしているのは誰なのか。今回は、欧州5大リーグのクラブで活躍する日本人と韓国人選手の最新推定年俸ランキングを順位ごとに紹介する。 年俸は、キャポロジーを参照。出場記録などのデータは10月5日時点。2位、孫ンミン、韓国代表。青年月日、1992年7月8日。推定年俸、1182万ユーロ、約18億9000万円。所属クラブ、トッテナム、イングランド。25分の24リーグ戦成績、5試合2得点2アシスト。 欧州五大リーグでプレーする日本人と韓国人選手で2番目に高額な給料を受け取っているのは、韓国代表の孫ミンで、その年俸は推定1,182万ユーロ、約18億9千万円である。孫ミンはドイツのハンブルガー SV の下部組織で育った後、2013年にレバー空前へ移籍。2シーズン連続でブンデスリーが2桁得点を記録するなど活躍し、 2015年夏からトッテナムでプレーしている。イングランドの強豪クラブであるトッテナムでもゴールを量産したソン・フンミンはアジア最強 FW として高い評価を受けた。2021年7月に契約を更新して現在の年俸を受け取るようになったソン・フンミンは22分の2021シーズンにプレミアリーグで23得点を記録し得点王になった。 翌23分の22シーズンは10得点6アシストと震わずに衰えたという声もあったが、24分の23シーズンは17得点10アシストの活躍を見せ、高額年報にふさわしい働きをしている。ソン・フンミンは長年、FW ハリー・ケインのパートナーとみなされてきたが、そのケインが2023年夏にバイエルン・ミュンヘンへ移籍すると、エースとしてだけでなく、 首相としてチームを牽引している。トッテナムの顔とも言える選手で、チーム最高年俸も納得だ。